しまった。裏についた日本レスリングの歴史。メダル確定しました。なんとレスリング初日にメダルをまずここで決めました太田。太田よくやった。はい。いや最後はですね。いややられたかなと思ったんですが、うまくドブリガシに持ってきました。いや見事な応酬、大技で4点で逆転した後相手をフォールに持っていった太田。はい。よく返しました。いや何度見ても気持ちのいい勝ち方ですけれど、はい、帰っていく時の引き締まった嬉しい顔がとても痛ましかったですね。次決勝ですけれども、はい、キューバのボレロモリナ選手が勝ち上がりまして、世界チャンピオンの強豪ですけれどね、今日の太田選手ならね、さあメッセージです。しのぶ選手満身創痍でしょうが戦い尽くしてください。そして太田選手にもですねレスリングをしている10代の方からいただいているんですね、はい、レスリングをしていますが日本の忍者レスラーとしてオリンピックで羽ばたいてください。応援しています。太田選手の負けてても最後まで諦めない姿に涙が出ました。ぜひ君が代流してください。そしてこちらは愛媛県の9歳以下の男性からですね、僕もレスリングをしています。太田選手金メダル取ってください。テレビの前で応援していますといただきました。さあその決勝ですけれども、日本時間の早朝ですね、4時過ぎから、敗者復活戦からメダルマッチが始まっていますので、はい、この太田選手の決勝楽しみになってきました。まあ、このところ女子のレスリング